ハートフル 2D 対戦アクションアルカナハート3、2011年1月13日にプレイステーション3と XBOX360 で登場。早速今からアルカナハートの魅力をたくさんお伝えします。前回に続いて今回はこの8名をご紹介します。カムカム先輩、この身、この剣の背負いし宿命わかるまい。この子の、これからが勝負でするぞ。アカネーネー、今度お店に来てよ、サービスしてあげる。ナズナズ、天少女、地少女、内下少女、六根少女。リゼッチ、お姉ちゃん大丈夫。ゼニアさん、悪いな、敵に背を見せる生き方は知らない。ピオポン、エクスカリバー。アンジェリアさん、おいたはダメよ。残りのキャラクターはまた今度。この後はネットワークモードの紹介です。チャンネルはそのまま。アルカナハートシリーズ初のネットワークモードを搭載、万歳。ネットワーク対戦で世界中のプレイヤーと対戦しちゃおう。プレイヤーの実力と近い相手とのマッチングを可能とするプレイヤースキルレーティングシステムを搭載しました。これでみんな安心だね。リンクアニメのオンオフ、画面がワイドか普通かのサイズ、それぞれの画面モードでのルーム作成ができます。さらにネットワーク対戦でのやり込み要素も充実。キャラクターを使用することで関係がどんどん変化するチャームシステム、戦績画面で表情が変化したり、新たなキャラクターカラーが選べるようになったりしちゃいます。そしてリレーショナルポイント、キャラクターごとに取得できるこのポイントを貯めることでリレーショナルポイントレベルが上がり、特殊なキャラクターカラーが選べるよ。愛情一発、あなたに届け、アルカナハート3。プレイステーション3、XBOX360 で2011年1月13日発売。予約特典はすっごいファイバークロスミニタオル、すっごい限定版は豪華24種ピンズセット、リンクアニメ設定資料集、公式ホームページですっごいブログパーツ、壁紙も好評配信中。次回シリーズ初のネットワーク対戦とやり込み要素を紹介しちゃいます。